天気予報です。西日本と東日本は晴れるところが多いでしょう。ただ夜は日本海側の一部でにわか雨がありそうです。北日本は日本海側を中心に午後から雨や雪が降るでしょう。気温は全国的に昨日より高く、寒さが和らぎそうです。週間予報です。明日は日本海側から天気が崩れ、日曜日にかけて雨の降るところが多いでしょう。この週末はさらに気温が上がり、各地で春の暖かさになりそうです。天気予報でした。